近くの公園で遊ぶ。いやーやっと学校終わった。お高橋。お田中。高橋どうする？もう帰る？いやなんかさ、ちょっとさ遊びたくない？確かにな、遊びたいよな。あ、そうだ、あのいつものさ公園行かない？あ、公園いいじゃん、行こうぜ。あとさ、鈴木とさ山本も呼んでさ、みんなでさ公園で遊ぼうぜ。あ、いいね、俺じゃあ呼んどくわ。いやマジ、今日こそはマジで缶蹴り勝つからね。俺も負けない。よし行こうぜ。家近い友達はすぐバイバイ。いや部活疲れた、やっと帰れる。いやなんか一人で帰るの寂しいな。よし、あ、鈴木。お、田中。あ、鈴木ちょっと一緒に帰ろうぜ。あ、でもごめん、俺ほんと家もうすぐそこだからさ、もうちょっとしか行けないけどいい？あ、そっか、鈴木家近いからもうすぐそこか。まあいいや、でも行こうぜ。オッケー、行こうぜ。いや今日さ、俺実は学校でさめっちゃ面白いことあって。じゃ俺ここで、ごめん、じゃあね。え？もうここ？はいや、はいや、これから今話そうと思ったのにもうバイバイ。俺もうここ曲がった先だからさ、ごめん、じゃあね。めちゃめちゃ家近いなお前。世代別の買い食いの違い。あー、なんかお腹すいたね。腹減った。なんかさ、ちょっとコンビニとか入ってなんか買わない？いや、そんなことしちゃダメだよ。もし先生にバレたらやばいよ。あー、そっか、やっぱダメだよね。うん、やっぱ我慢するわ。うん。やめよう、やめよう、帰ろう。いや、マジで暑いな。いや、マジで学校疲れたんだけど。あ、ごめん、ちょっと腹減ったからさ、ローソン寄っていい？あ、ローソン？あ、いいよ。ごめん、ありがとう。いやマジで学校疲れたね。ラーメン屋行かね？あ、行こうぜ。行こうぜ。そもそも帰れない。いやーやっと学校終わった。いやマジかよ。あ、ねえ高橋、帰ろうぜ。あ、ごめん、俺今日さもうこの宿題全部終わらせないとマジで帰れないんだよね。え、何、帰れないの？え、いつもの公園行こうよ。いやもう3回連続宿題出してなくてさ、もう授業態度もあんま良くないからやばい。え、マジで？お前宿題やっとけよ。多分量めっちゃあるから今日これ7時ぐらいだ俺帰るの。うわもうやば、もう帰れないじゃんそれ。うわもうマジで帰れない。あ、分かった、じゃあ頑張って。じゃあね。いいな、田中は帰れて。花の蜜で空腹満たす。いやマジで学校疲れた。いやマジで疲れたね。あ、これあの花じゃん。おい、この花のさここ取ってこっちから。おい、ちょ田中何してんの？甘え、うめえ。これ疲れた体に染みるんだわこれ。それ俺たち高校生だぜ。もうそれ許されんの、まあ、小学生ぐらいまでじゃない？どうしたんだ高橋も吸えよほら。めっちゃある。甘え。おうおう、どうしたどうしたどうした。止まらねえ。おうおうおう、お前そのなんかマリファーナーみたいになってるから。止まらねえ。やばい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 、どうした。